田中さん、今日日中は、はい、非常に日差しも届きまして気温も上がったような体感でしたけれども、はい、そうですね、はい、今日の最高気温こちらで上がりましたね、はい、上越市高田では 27.9 度まで上がりまして、はい、7月上旬並みの暑さとなりました。その他も6月下旬並みの暑さのところが多くなりました、はい、ただですね、明日は今日以上の暑さと、それからにわか雨に注意が必要となりそうです。明日午前9時の予想天気図を見ていきましょう。明日はですね、このように日本海に等圧線がたわんでいるところがありまして、ここ気圧の谷となります。気圧の谷は雲が発生しやすいところでして、明日はこれが次第に県内付近を通過していきますので、午後は次第に雲が多くなりまして、夜はにわか雨のところがありそうです。降り方はそれほど強くならない見込みですが、はい、空模様の変化にご注意ください。またですね、明日は真夏日に迫る暑さのところがありそうです。明日の予想最高気温がこちらです。あ、30度近いですね、各地。そうですね、はい、明日は28度前後の予想でして、7月上旬から中旬並みのところが多くなりそうです、はい、本格的な夏の暑さになりますので、明日は熱中症には十分な注意が必要です。さらにですね、明日だけでなく今週は気温が高めで推移していきそうです。新潟市中央区の週間予報を見てみますと、この先雨予報のこの金曜日以外はですね、平年よりも気温が高くなりまして、25度以上の夏日の予想となっています、はい、県内各地同じような傾向ですので、今週は暑さ対策が欠かせません、はい、田中さん、先週は梅雨入りが、はい、県内の梅雨入りが6月2日頃なんじゃないかという話も予報もありましたよね。ありました、はい、今週も比較的雨マーク少ないかなと思うんですけれども、はい、今週の梅雨入りっていうのはどうですか、ありそうですか。そうですね、可能性はあると思います、はいはい、というのもあさって以降の予想天気図を見ていきますと、うん、梅雨前線の位置に注目でして、あさって水曜日はまだ梅雨前線の位置日本の南に、はいはい、あるんですけれども、8日木曜日頃には西からちょっと北上してきまして、県内に近づきますね。そうですね、でさらに9日金曜日頃には日本海までこのように上がってくる見通しなんですね。その後も梅雨前線は本州付近に停滞する予想ですので、まあ、この梅雨前線の位置そして天気の傾向から考えますと、新潟県が含まれる北陸地方、早ければ今週の後半に梅雨入りの発表があってもおかしくないかなと。そうですか、はい、見ています、はい、まあ、北陸は平年だと6月11日でしたか ね、はい、そうですね、まあ、いつ入ってもおかしくない準備が必要ということですね、はい、そうですね、はい、雨の季節への心構えしておいてください。